はい、ということで、ここどうでしょうか。はい、千葉県の銚子市にある屏風ヶ浦に来ています。ここすごいね。すごい絶景です。後ろ断崖絶壁でね、すごい。なんと、はい、こちら10キロも続いているんです。この向こうね。はい、そしてイギリスのドーバー海峡にある白い壁に似ていることから、はいはい、こちら東洋のドーバーと呼ばれています。このね、ちょっと地層が出てる感じはちょっと納得ですね。ね、迫力ありますね。はい、ということで今日はね、ちょっと銚子の方に来ていましたので、はい、さらにちょっとね、巡ってみたいと思いますので、はい、ではさらに行ってみましょう。行ってきます。すごいね屏風ヶ浦ですが、はいはい、あの銚子マリーナの駐車場に車で来る方は止めるとね、楽ちんです。そこから歩いていける感じ、ね、今日のお昼は丼屋七兵衛さん、行ってみよう。今日のお昼です。特上サバ定食とマイバシ定食です。めっちゃ美味しそう。いただきます。これサバ、サバいただきます。豚が本当にしっかりしてて、新鮮でとっても美味しい。マジ、これイワシ、あ、全然臭みない。生臭さもない。シャキシャキのきんぴら。味がしっかり染みてます。あっさりでいい感じ。うん、めっちゃうまかった。大満足。とても美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いや、めっちゃうまかったね。ね、特上サバ定食も、はい、イワシ定食も最高でした。サバもイワシもさ、臭みなくてね、最高ですね。最高です。いや、いいお昼でしたよ。じゃあさらに行ってみましょう。はい、はい、
ってことで犬吠埼巡ってきました。はい、犬吠埼絶景でした。ここね、周りが断崖絶壁になっててね、はい、うん、地形がすごかったです。ですね、はい、いやー、でも今日調子一日もありましたけど、はい、いい雰囲気なとこ、いい景色なとこいっぱいありますよね。はい、うん、絶景スポットいっぱいあるし、ご飯は美味しいし、はいはい、お土産も美味しいものたくさんあるし最高です。ですね、小旅行にもってこいですよね。はい、いや、いい一日になりましたね。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。はい、このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。